徴用工問題、韓国の話ですね、はい、したいなと思います。はい、あの新しいユン政権できまして、これアメリカがまあ期待してるけど、バイデン政権も期待してるということで、やっぱりそのバイデンさんは根本的にアメリカと日本と韓国をやっぱり一緒に仲良くさせたいっていうのがあるわけですね、うん、どうしても、うんうん、これはまあ信念としてあって、うん、っていうことなんですよ。で、僕も最初実は期待したんですよね、ちょっと、はい、過去形ですけどちょっとは期待したんですけど、うん、やっぱ違うなと、うん、ちょっと思ってます僕今、うん、やっぱ支持率が今何パーですか、20、30%とかですか、がっくり落ちてきて、はい、まあ、8月ですか、夏には徴用工の件で、うん、いわゆる三菱重工とかの、うん、資産の上、まあ、現金化ですよね、うん、これのまあ手続きが終わるとかっていう話で、うん、今政権側はちょっと先延ばし工作みたいなことをですね、うん、したりしてるっていうところはあるんですけど、ただやっぱ支持率が落ちてきて、やっぱこれはもう韓国の、まあ、いつものパターンですけど、もうすでに竹島周辺にこう数日ね現れましたよね、船がね、はい、はい、で、まあ、揉め事になってると、本当に仲良くするんだったらまあやらないでしょうと、これはまあ韓国国内でユンさんがあんまりね、あの支持率が下がってるってことも含めて、やっぱり結局そこで、うん、対日反日の刺激を始めてると、やっぱ同じなんじゃないかと、信用できないなっていう感じしますよね、うん、ただまあ、あの実は僕最近全然違う話でアメリカの関係の人と話してる時に、はい、あのそういえば新しい韓国の政権どうなのって言ったら、まあまああんまり興味皆さんないですね、やっぱりアメリカの人って、はあ、あの興味ないですよね、で知らないですしみたいな、ただその時にあの僕に言われたのは、あのいやでもこれ後で送ってきてくださったんだよね、リンクを、これ読んでみたらっつって面白いよって言われたのが、これオーストラリアの有力シンクタンクの、うん、これローリー研究所っていうのがあるんですけど、はい、そこで書いてる一文を引用して送ってきたんですよ僕のところに、はい、結局こういうことでしょと、日韓の関係は1965年のまあその合意やりましたよね、はい、2015年には慰安婦合意やってますよね、はい、日本政府は結局どんな合意を韓国としても、うん、それが最終的な決定じゃないプラス不可逆的じゃないで、どんなこれからやる先やる合意も協定も全く韓国なんか信用できないでしょと、で書いてくれてるんですよ、その通りじゃないですかこれ。でオーストラリアとかやっぱ外から見ててもやっぱりそうなんですよね、当時は政権が違ったとか、だから無効だとか、やっぱりそういうのはちょっと違うんだろうっていうのを送って、こういうことでしょっていうふうに言ってましたね、送ってきましたね、アメリカの人、自分の言葉じゃなくてオーストラリアの研究の人の言葉に言ってきましたよね、でいろんな海外のそういうの見てて思ったんですよね、やっぱり、はいはい、あのやっぱドイツがやっぱ戦後保障あったわけですね、強制労働の、はい、これの時もまあ保証金いっぱい払ってるんですけど、ユダヤ人とかいろんな人たちですよね、うんうん、でそこで鍵になったのは何だと思います？うん、結局ですね、アメリカなんですよ。おアメリカがかなり、そこに関わってたんですよ。仲介もしていったし、かなりそこに、関与しながら解決に導いていった。当然、その言った言わない、あれ、あった、なかった、いろんな揉め事があるので、はい、第三者がちゃんと介在しながら、アメリカだったわけですよ。今回のもう普通に合意したり協定やったりサインしたり国際条約を結んでも、もう韓国はだって信用できないわけですから、常に誰かいてもらわなきゃいけないのよと、その場で証人に、結婚じゃないですけど証人立ててやってもらわないとダメなんで、やっぱこれね、アメリカにいてもらわなきゃダメだと思うんですよこれから。アメリカにはちゃんと特にバイデン政権なんかは言ってるわけですから、はい、3カ国でやりちゃんときっちりとやらないと、で韓国にはあなたが対抗してるのは日本でもその後ろにいるアメリカでもなくて、先にいる北朝鮮と中国、ひいてはもっと今やったらロシア、そうです、そういったところなんだよっていうことを共通認識の価値観として持たせないとダメだと、これはアメリカの韓国専門家の人とかも言ってますけど、やっぱそこにキーになるのはやっぱアメリカだと思うんですよね、だからやっぱアメリカに言ってもらうしかないいいんじゃないかなって、ちょっとこうなったら思いますよ、本当に解決したいんであれば、でそうなれば日本が今言ってるこれ結局内戦問題でしょと、そんな徴用工問題、そっちの最高裁が勝手にこんなことやったりとかああだこうだってね、はい、
みたいなことを、それは国内問題だから勝手にやりなさいって今突き放してますけど、アメリカが入ってくるんであれば多少の、まあね、日本政府もアメリカに対してはまあ聞かなきゃいけないところもあるので、うん、妥協はできると思うんですけど、二国間ってやってたら多分この絶対解決してると思いますよね。まあまあそうですよね。朝鮮半島の問題とか、未来的な、やらないと、実際オバマ政権の時に、そうでしたよね。はい、その慰安婦合意の前も、オバマさんがちゃんと仲介して、そうですよね。そうですよ。取り持ってやったわけで、うん、そしたら、ああいうふうに繋がっていくわけですよ。慰安婦合意みたいなところに。で、まあ結局それも保護されちゃうんですけど。ひっくり返されちゃうじゃないですか。そうそう。あとでひっくり返されるんですけど、ただ、合意の時にちゃんとオバマ、アメリカがいて、第三者として、そうそう、結婚の保証人みたいな感じで、こう。ダメじゃないですか、じゃあ。そうそう、バイデンって書いてもらって、サインそこに。それでもひっくり返したら、もう日本は、アメリカに、まあ、言うしかないですよね。いや、もうでも実際、慰安婦問題もそうでしたもんね。アメリカが入っても、やつらはひっくり返すんですよ。やっぱりね。その可能性はまあもちろんあるんですけど、でも、このままだったらもう、だって、まだですよ。また反省を示せとかが言ってるわけでしょ。その、だからお話にならないじゃないですか、これは。もうだから、平行線どころか、もう結局なんですが、いつも言う、まあよく言ってみんなおっしゃってますけど、ゴールポストが毎回こう動いていくので、もうどうにもならないですよね。だからやっぱりこう、もうここは、本当はね、トランプさんみたいな韓国に強硬な人がいたらよかったかもしれないですけど、まあ、バイデン氏でもいいですし、ちゃんとそこ間立ってもらって、やれば、日米韓の同盟、特に軍事的なことも含めて、うまくいくはずで、それはアメリカにとっても、プラスだし、中国にとっても、北朝鮮にとっても脅威ではあると思うんですよね。ただ、揉めてるのが一番喜んでるのは北朝鮮なんですよ、やっぱり。これ、もうそれはそれ、防衛は防衛っていうふうにはできないもんね。まあ一応してるんですけどね。でも前政権がああいう感じだったじゃないですか、結局。もうレーザー照射したりするから。そうなんですよ。で、訓練やらないっていうんで。で、米軍の人たちって訓練やらないのって、本当にね、彼らの中ではもう、死とは言わないですけど、活動できないことを意味するんですよね。要するに訓練しなかったら絶対戦えないっていうのがあるので、彼らは。いやもうそういう工作が入ってるんじゃないんですか、やっぱり。そうなんですよね。で、思わざるを得ないような状況でしたね、前政権は。うん、まあトランプさんはだからかなり厳しかったですけどね、韓国に対しては、はい、だからまあ姿勢はちょっと貫いてほしかったな、バイデン政権も引き続いてもらいたかったなっていうところありますけど、でも早速言ってちょっとまあ雪解けみたいなことやっちゃってるんで、韓国側はちょっと安心したところあったのかもしれないですけどね。なるほどね。そうなんですよ。だから雨ばっかりなくて、ちょっと無知もしないと、やっぱり、結局同じですよね。支持率が下がってきて、結局またこういうことになって、竹島周辺に船が現れてみたいな。あの人たちに雨あげると、もっと美味しい雨くれって言うじゃないですか。そうなんですよね。だからゴールが動くんで、やっぱり。そう、スタート地点が変わってくるっていう。確かにそうなんですよね。レーシストとかなんとかそういうこと全く関係なく、普通に国と国との約束の問題でこうですから、やっぱ結構情報もしてきてると思うんですけどね。あれもこれもってなってきますよね、どうしても。でやっぱりその国内情勢に関わってきてっていうことでね、一般の韓国の人たちもそろそろね、いい人多いんで、やっぱりちゃんとしてほしいなと思いますけどね。